コーヒーフロートは初めての女。できれば最初で最後にしたい。彼女は体に噛みついてくる。俺はポピュラーミュージックを聴いてやり過ごす。あんまりシーツが血で汚れるので、10回寝たら1回別の女と寝る。メロンソーダは舌使いが絶妙だった。バニラシェイクはどんな命令にも服従したが、コーヒーフロート、彼女は噛みつくことしか脳のない女だった。俺はポピュラーミュージック博士になって ER に担ぎ込まれ、3週間入院して今日退院した。思い出せないんだ、彼女の顔が。噛みつくことしか脳のない彼女の返り血を浴びて美しい顔。思い出せないんだ。コーヒーフロートはそれっきりの女。どうでもいいことだけど愛があった。俺に女の子供がいたら別の名前をつけよう。極上のチープドリンクという詩でした。食われた件です。改めましてよろしくお願いします。